ありがとうございます。こんばんは。生誕祭申し込みました。ありがとうございます。生誕祭の申し込みが始まりました。お待ちしております。皆様お待ちしております。パラーアリマッチョアリマッチョ申し込み今すぐよろしくお願いします。今すぐお申し込みをお願いいたします。 X の方から。今日はスペイベアルバムのスペイベのバーベキューでした。バーベキュー、BBQ、最高に楽しかったです。最高。ここは、これは今年じゃないなんだっけ、この夏今季買った服、一番お気に入りのこの服、マレーシアにも持ってったし、3回ぐらい来たんですけど、その写真撮ってインスタに使ってない服なんですね。だからこれにしました。でこの帽子も何種類もこの夏ゲットしたのにインスタに登場させてなかったので、これを絶対に使いたい。じゃーん。猫耳棒と、これからこのバラが流行ります。首にバラをつけるのが流行ります。じゃーん。これ黒とシルバー2色買いしたんですけど、センターにやるとちょっとあれなんで、ちょっと斜めにする。首にバラつけるの多分流行ります。首が開いてて寂しい時はこれをつけるといいと思います。てな感じです。ぴょん。これはプレゼントでいただいたマリクワのリングつけて、かわいい、できました。
バラ、ありがとう。楽しかった、美味しかったです。お肉もうまー。今日はずっと食べてばっかり。スペインでバーベキュー楽しんで、その後池田とそう一旦カフェに行って飲み物だけ飲んで、そう時間を潰して、そして夜ご飯を食べました。夜ご飯を食べてからカラオケに行って全てを消費して帰ってきました。すでに食べてばっかりすぎたのでね、今日の私は。最後はカラオケに行って1時間大熱唱大熱唱を繰り広げて全部消費出し切って帰ってきました。最高、とても充実した一日になりました。イエー。ありがとうございます。パワフルパワフル。夜ご飯はね、なんか博多料理のお店だったんですけど、なんて言うのね、なんか串なんだけど、野菜を巻いた串。じゃあこれアイサが撮った写真じゃないんだけど、うん、こういうの野菜巻き串。そう、これいろんな味のがあって、キャベツ巻き、ネギ巻き、明太しそ串とかいろいろありまして、しそ、うん、そう焼肉を食べたから、この野菜巻きの串を食べました。チーズ、カマンベール、こういうの、あれ何ですかこれは。ハニーカマンバール、このねチーズのやつが美味しかったです。じゃらん、ハニーカマンバール、これすごい、何の写真か分からんけど分かりやすい。これ何、これすごくない、この写真。あれじゃん、食品サンプルみたいな。すごと最後にお茶漬け食べたんですけど、そのお茶漬けが動画撮ってない、お茶漬けの動画消した、おもろ。お茶漬けがつけられてなくて、ただ明太子ご飯だったっていう珍事件起きた。お茶漬け、お茶が入ってなくて、ただ明太子ご飯
きました。デヴィ夫人感ある。嘘、どこが。ハートありがとうございます。初訪問。ありがとうございます。ルームフォローお願いします。充実した一日でした。こんばんは。ルル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 ルなる。ハートありがとうございます。明日帰ります。気をつけてね。スペイベの悔しさを晴らす。申し込んでくれてたんですか。わお、こんばんは。超楽しかったですよね。選ばれし4名さん最高でしたね。え、生誕祭も当たりますよ。皆さん申し込んでくれたら当たります。お待ちしてます。申し込みを待っています。ありがとう。来月あ、生誕広島県民になりました。確かに確かに。こんばんは。ね、アリコンもやりますね。池田と歌ったらブランク解消。
されました。今日の自分うまかったです今日の自分うまかったです。池田とだったから。ザオもありがとう。池田が歌う浜崎あゆみさんもう聞いたし、汗びっしゃこすぎてここのとか巻いてたのに全部取れた。ありがとう。池田はカラオケ屋さん練習のためにしか来んらしくてそうカラオケ屋さんが恐怖の場所になってるらしいのでそうカラオケは楽しいものだっていうのちゃんと教えてきましたそう音程は気にしなくていい、パッションでぶちかませばいいんだよ。カラオケは楽しい場所だよそうカラオケにとらわれてる、音程はにとらわれてるよいしょ。10月、全然予定がね、わからないんですよね予定が何もわからないんですけど、公演きっかけ新公演どうなんですかね、わかんない。
とありがとう。なんでスタジオだけ進めてもらえないかもわからないですわしや。こればっかりは。なのでね、なんとも言えないんですけど、スタジオの新公演は多分秋には始まらないと思います。多分じゃない、 99.9%。 私はチャートイット兼任してるから、チャートイットスタジオのことしか分からんけど、チャートにはだいぶ進んでる。なんで、何の違い。ハートありがとう。ハグリ？タヌキさんに食べられた。ハートありがとうございます。ありがとうございます。ルームフォローお願いいたします。ルームフォローお願いします。スタジオの写真、レッサーの写真なの。チケット申し込めるツイートをみんな拡散してください。お願いします。ありがとう。パショパショ。パショパショ。
もうラーメン、ラーメンのつけ方がうまくいったっぽいですね今日。麺の。かわいらしい 100%。 そうか、そうですか。ギフトありがとうございます。新生スタジオのセトリーね、どうなんでしょう、どうなんだろうね。早く進まないのであればもうセトリーをね、なんとかないですよね。ストリーは変えたら早く進む問題なんかもしれんし、そう分からないんですよ。どうだろう、インスタ見てるんですが、福野先生めっちゃ好きなんです。嬉しいです、ありがとうございます。それは気が合いますね。それは見る目があります。一番おしゃれだと思います。おー、さすが、さすが。見る目がありますね、嬉しいです。インスタの構図みたいな、今のバランス整っていますので、今のインスタおすすめです。おすすめですよ。ここ最近の感じちょっとね揃えられてる気がします。自分的に違うかなみたいな時期もあるんですけど、ここ最近のおすすめです。今日はこういうのを撮りました。めっちゃ狭い階段みたいな見つけて、これも登場させたいんですけど、一旦バランス的に保留ですね。これとこれが今一番最新の投稿なので、イキリサングラスがちょっとね続いちゃう、違うメガネなんですけど、そう、こういうのねこだわってます。これが続いちゃうとダメなので一旦保留ですね。いいの撮れたんですけど、一個なんか挟んでから載せたいと思います。
スペシャル飛べない、入れてません。なんで、なんでですか。いません、どの子待ち、レッツホーム、ありがとう、ルームフォローお願いします。構図も考えてます。色味とあと色味と、服と、モノトーン系が続いとんのに急に黄色とかの服で撮ったらバランスが崩れちゃうから、徐々にインスタよ、ストックないタイプですからね、私はストックがないので、こう見て服の色も選ぶ感じです。写真同じ系統、あ、1枚目、そう1枚目をね揃えたらインスタ良きですからね。アンポさんおもろい、あれはマネージャーじゃなくてあれキングの人、キングの人だからレアですよ。お話し会か直接会えるお話し会とかスペイベとかしかいない、公園とかにはいない人ですね。そうだよ、キングレコードの人です。ありがとう。インスタにアップしようとして。
画像載せることあるよ全然載せることありますよ。何枚もまあ何枚も撮るっけ。なるべくインスタが先やね。インスタに載せて、インスタで使ってない写真を X に使ったりするようにはしとるけど、たまにいっぱい撮ってもいいのが4枚ぐらいしか残らんかった時にいっぱい撮ったけど最終的に残ったの4枚とかの時は、はい、少ないから被ることもありますけど、あとありがとう。ハートありがとう余談、そうね、おもろいハートありがとう。申し込みました。あ、生誕祭ありがとうございます。当日お待ちしております嬉しい。生誕祭のチケット申し込めるポストを拡散お願いします。拡散皆さんお願いします。インスタ、X に全て違う写真、そうね、違う写真になるようにはしとるよー。全部フォローしないといけないその通りですね。この系はインスタ系、うん、食べ物オンリー、食べ物オンリーとか絶対撮るんですけど、写真物撮りはインスタの1枚目のために撮ってますね基本。このなんて自分の写真がこう続きすぎた時に一旦これとか食べ物だけの写真を1枚目に持ってきたら、いいんですね。これとか自分ばっかりになるから、顔自分人物ばっかりになったらバランス悪いじゃん。こういうのは X 用に撮ります。あ、間違えた、インスタこれは別に X にはいらないじゃないですか、載せないけど、 X には使わないけど、これはインスタの1枚目用に撮ってます。ありがとう。配信でおすすめしてくれディオールのティント、嬉しい、買ってくれたの嬉しい、いいよね、ティント、マジでティントか、何何や、
ティンとかマットかしか使わんなったね。ツヤツヤみたいな、なんかすぐ落ちるようなリップマジ使わんくなったね。マットティントラブ落ちにくいですみたいなリップ、もうどうせご飯食べたらそう落ちないわけないんですよね。だからまあ落ちるんやけどいいよ。サムネイルっていうの YouTube サムネイル1枚目X のこだわりポイントはX のこだわりポイントは枚数やね。2枚、あ、画像のでかさが変わるようになったやん。2枚、1枚、ん、2枚、このあのあんまり続かんようにしてます。1枚乗せたら4枚とか、あんまりずっと2枚乗せるみたいなのがないようにしてます。画像のでかさが変わるんですよ。4枚、2枚、1枚。何枚、前の投稿で何枚乗せてるか見て決めるかな。ハートありがとう。3枚ね。確か X の3枚はちょむずい。1枚目を目立たせたい時に3枚にしたらまあいいんですけど、あんま使わん。3枚は1枚目がドキャーンでかくなるから、1枚目を目立たせたい時とかにはいいんですけど、3枚むずいですね。あんま使ってないよ3枚。2年前かって、あ、そうだいぶ前。嬉しい。ティントかマットリップだったら風が吹かれ、風に吹かれ、ん風が吹いても髪の毛がくっついたりとかしないかと。陽気です。陽気です。
ルームフォローお願いします。ではそろそろランキング読みたいと思います。13位ココアリ大地紀星人、12位正宗さん、11位九州のノブさん、10位キツナックさん、9位星光さん、8位そうちゃん、7位ワンジャラさん、6位ひろたったん、5位みやりん、4位あやさん、3位アリンコ、2位みっちー、1位はドゥルルッドゥルルルン、キモツンツン、ありがとうございます。ありがとうございます。スペイベーバーベキュー楽しかったです。申し込んでくれた皆さんありがとうございました。最高の思い出になりました。そして生誕祭の申し込みができますできるようになってたので今日からまだの方はお願いします。じゃーん、申し込みまだの方は今すぐポチッとお願いいたします。では皆さん明日からも頑張ってくださいホワイトです。明日からも頑張ってください。あ、そうやん忘れてた。明日は STU チャンネル出まーす3連休になるし涙涙。明日は連休ではありません。頑張りましょうSTU チャンネルありますのでぜひニコ生だっけ、ニコ生入ってる方見てください。ではおやすみなさい。バイバーイ。